目当てでのおめちゃんとベルちゃんです。痛い。やめゴールやめということで、今タイのプーケット行ってます。はい、たらーファミリーマート。ファミリーマート、タイのファミリーマート行けて、タイのよくわかんないお菓子を買ってみたいと思います。買ってみて、開けて、見せて、食べてみたいと思います。そう、全部はタイ語で書いてあるやつ。行けたー。ロウソクだから無理です。それはシャープでしょ。ボケはちょっと問題にしといて。見つけました。じゃーん、まあ、全部タイ語で書いてる。わかんない。もうベロちゃんに勝ったね、これは。寿司ピーナッツ。どういうこと？寿司とピーナッツっていう。ってことで、僕はこれで。はい、ということで、これがね、だいたい45円、60円。あ、まだ何も言わない。これは絶対嫌い、これ。知ってる。知ってるね。梅干しだよ。え、梅干し？あの、酸っぱいマンみたいな。全く酸っぱいマンと一緒。嘘。梅干し？酸っぱ。めっちゃ美味しい。干し梅。干し梅。で、次。強くない想像と。これはさ、鳥の餌みたい。どう？食えよ、ニワトリ。え？え？え？何？これ酸味。え？わさびの味はめっちゃ濃い。わさび海苔。ってことで。ということで、残したまたらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。ありがとうございます。